ボタンはリンク複製で作ったのを覚えているでしょうか。こんな感じでね、リンクになってるんですが、このリンク複製しているボタンのスケールも 0.5 になってますから、1したいですけど、この人に適用を拡大縮小やるとなんかエラーが出るんですよ。で、リンク複製をやってる人たちにはこの適用が効きませんよっていうことなんですね。だから、まずはこのリンク複製の状態をやめる、リンク解除っていうのをしないとダメです。ということで、オブジェクト関係のシングルユーザー化、オブジェクトとデータっていうのをポンとやる。これでリンクが切れたので、動かしても動かないっていうことになります。